こんにちは。歴ショックです。今回は、軍人として戦争に行き、戦場で亡くなった元大名家の方々について紹介します。江戸時代には、各地の藩主として特権階級にあったお殿様たちが、明治時代以降も家族として引き続き特権的な地位を与えられ、程度の差こそあれ、一般庶民よりも優遇された生活を送っていました。元大名の家族たちの中には、武家の出身という自負から軍人となる者もおり、形だけではなく実際に戦場に出た者も多くいました。その中には、自ら進んで軍人の道を志した者から一般兵士として召集された者まで、敬意は様々ながらも、戦場では他の軍人たちと同等に扱われ命を落としていきました。むしろ家族は、皇室の藩兵として国民の模範となるよう積極的に戦地に赴く必要があったとも言われています。今回は当主跡継ぎが戦死した元大名家として南部家、松前家、上杉家、前田家、越前松平家、そして一般兵士として出征しながらも戦争を生き延びた例として徳川慶喜の孫の徳川義満を紹介します。俗軍の汚名を返上するために勇敢に戦う。元盛岡藩主南部家、南部利長。南部利長は、南部家の当主でありながら、日露戦争で最前線で小隊を指揮して戦い、戦死した人物です。南部家は、戊辰戦争にて、大越列藩同盟側につき敗北し、戦後には盛岡の地を没収され、現在の宮城県白石市に領地を移され、300億円近くのお金を払うことで盛岡への復帰を許されるという処分を受けました。しかし、その金を払えず、廃藩置県が行われる3年前の1870年に、当時の藩主南部利幸は他藩に先駆けて藩知事を辞任し、盛岡藩は消滅するといった不名誉な状況にありました。これ以降、南部家では、南部家から家長の宮広常親王のもとへ嫁いだ育子を足がかりに、皇室との縁を深め、明治時代を通じて名誉回復の機会を図ることになります。南部家がこのような状況に置かれている中、1882年に最後の藩主南部利幸の長男として誕生した利長は、叔母の育子の縁もあり、学習院に通っていた小学生の頃に大正天皇の学友に選抜され、その実直な性格から大正天皇の厚い信任を受けるようになりました。その後は、後に内閣総理大臣となる東条英機の父にあたる東条英機の勧めで陸軍に進みます。東条英機は盛岡藩出身で、陸軍のエリートとして活躍しており、この頃には旧藩主家である利長の教育係も務めていました。旧大名として軍人の道での大成を目指した利長は、陸軍士官学校を卒業し、順調に出世し、陸軍騎兵少尉になります。この頃に父が亡くなり、南部伯爵家の当主となりましたが、22歳の時に日露戦争が勃発。利長は、満州の最前線で小隊長として部隊を率いて戦いましたが、戦争も終盤に入った1905年3月に、満州の成功例の戦いで銃弾を浴び、戦死してしまいました。旧盛岡藩士だけでなく、大正天皇も、利長の死を深く悲しみ、旧藩士たちによって、利長の銅像が盛岡城跡に建てられた際には、大正天皇も資金を出したといいます。かつて、俗軍として不名誉な状態にあった南部家は、利長の活躍により、天皇の信任を得るまでに名誉を回復しましたが、その功績を称える銅像は、第二次世界大戦中の金属供出によって撤去され、今は台座のみが盛岡城址に残されています。東条英機と対立し、司令官として戦場に散る。元加賀藩前田家、前田利成。加賀百万石として日本最大の石高を誇った加賀藩からは、明治期の当主、前田利次の娘婿として、分家から養子に入った前田利成が、陸軍で中将にまで出世する活躍を見せました。利成は、早くから陸軍を志し、陸軍士官学校に入学します。この陸軍士官学校で、後に首相となる東条英機と同期だったといい、
利成はその後陸軍大学校を恩師の軍法をもらえるほどの好成績で卒業した一方、東条は利成よりも4年遅れで陸大を卒業したといい、この成績の差もあって前田利成と東条英機は生涯にわたって反りが合わなかったといいます。利成はその後海外勤務を経て順調に出世し、日中戦争が始まる直前の1936年には陸軍中将にまで出世しました。しかし50代後半に差し掛かっていた利成は1939年に予備役に入り、対米戦開戦時には第一線を退いていました。利成は東条英機が首相になった際には、東条は宰相の器ではない、あれでは国を滅ぼすと危ぶんでいたといいます。そんな利成も開戦翌年の1942年に再び召集され、重要な資源拠点となっていたインドネシアのボルネオ島の守備司令官に抜擢されます。しかしボルネオ島で利成の乗っていた飛行機が消息を絶ち、後に墜落した飛行機が発見され、利成はボルネオ島でその生涯を終えることとなりました。利成が亡くなった際には戦死とするかが問題になったと言われており、一説には莫大な財産を持つ前田家から相続税を徴収するために、相続税が課されない戦死ではなく殉職の扱いにしようと東条英機が画策していたといいます。最終的には戦死とされ、前田家は相続税を免れましたが、利成と東条は最後まで反目し合う結果となってしまいました。そんな中、利成の葬儀では陸軍のトップであった東条が弔辞を読むことになり、東条は読んでいる途中に同刻し、途中で読むのを中断したといいますが、参列者たちは何か思うことがあったことでしょう。利成の死後はこの前田利達が継ぎ、家族制度がなくなった戦後も前田家は秋篠宮文仁親王や愛子内親王の出産の儀式を武家の末裔として務めるなど、その系譜を現代に伝えています。兵隊として南方に出征し戦死、元松前藩主松前家、松前正弘。松前家は古くから蝦夷地に勢力を持っており、江戸時代には渡島半島に松前城を築き、幕末維新の函館戦争では榎本武揚の攻撃により松前城を失いながらも、明治時代には子爵の地位を与えられ、その系譜を近代以降も伝えていました。幕末の藩主松前隆弘は西洋知識に通じており、戸狭出身ながら幕府の老中にまで上り詰め、明治時代以降は隆弘の養子の松前典弘、長弘、勝弘と続いていました。松前正弘は父の勝弘の隠居に伴い1929年にわずか12歳で家督を継ぎ、松前子爵家の当主となります。そして20代後半の時に一般兵士として召集され、補充兵として南方戦線に送られ、パプアニューギニアの地で1944年に戦死しました。正弘が送られた時期、部隊ははっきりとはしていませんが、同時期にパプアニューギニアに補充兵として送られた人の証言によると、860名の部隊のうち生きて帰ったのはたったの8人だったという話もあり、正弘が所属していた部隊もこれと同様に相当過酷な環境にあったと思われます。パプアニューギニアはソロモン諸島での日本軍の戦いの拠点となったラバウルがあり、ガダルカナル島やポートモレスビーなど日本軍と連合軍の間で激戦が繰り広げられていました。アメリカ軍やオーストラリア軍をはじめとした連合軍による反撃は凄まじく、大戦末期には海上を封鎖され食料補給もままならない日本軍はジャングルの中で自給自足の生活を余儀なくされ、飢餓や自然環境に悩まされた結果、上陸した20万人の兵士のうち2万人しか生還できないといった状況でした。二等兵として出征した正弘は爵位を持つ人物であったといえど、部隊内では下っ端で敵に追い込まれ飢餓に苦しみながら亡くなったと思われます。正弘の後は弟の松前幸弘が松前家を継ぎましたが、就職手続きを行わなかったため、家族としての松前子爵家は松前正弘の戦死をもって断絶することとなりました。上杉家の分家当主も戦場に散る。元米沢新田藩上杉家、上杉勝明。上杉謙信以来の武家の名門上杉家は
謙信の後を継いだ上杉景勝が関ヶ原の戦いで西軍に属し、会津120万石から米沢30万石へ減封され、以降米沢藩主として明治時代まで続きました。米沢藩五代藩主の上杉義則が弟の上杉勝親に1万石を分地し、藩内の形式的な支藩とされたのが米沢新田藩で、男子に恵まれないことが多く、定期的に宗家から養子を迎えて続いていました。明治維新後は宗家に吸収されて消滅したものの、藩邸のあった麻布の地名から麻布上杉家として明治時代以降も続き、男子に恵まれなかったことから勝方、勝則と宗家から養子を迎えています。昭和の当主上杉勝明も宗家の上杉紀明の五男として生まれた人物で、叔父の勝則の後を継いで麻布上杉家の当主となりました。しかし勝明は20代で第二次世界大戦に出征し、1944年10月に26歳の若さで戦死してしまいました。勝明には子がなかったため、麻布上杉家はここに断絶することになりましたが、先代当主上杉勝則には娘が一人いました。勝則の妻の由紀子氏は、娘が嫁いだ豪商の粕谷家の粕谷慎吾との間にできたこの高久氏を養子とすることを望み、戦後に生まれた高久氏は中学生の頃に上杉家へ養子に入り、上杉高久と名乗り、麻布上杉家の名跡を継いでいます。高久氏はかつて東武百貨店でバーを経営しており、日本酒アカデミー株式会社の取締役を務められ、メディアにも出演されるなど現在も活躍を続けられています。結婚からわずか4年で戦死、元越前藩松平家松平康義。越前松平家は徳川家康の次男結城秀康に始まり、幕末維新の動乱では松平春嶽が後部合体派の中心として活躍しました。その後の越前松平家は春嶽の養子の松平持明が継ぎ、昭和の当主松平康政は昭和天皇の側近として、後に戦後の混乱期に天皇制を守るために活躍することになります。そんな康政の長男として誕生した松平康義は、越前松平家次期当主として徳川慶喜の孫娘にあたる久美子と結婚しました。康義は東大でアイスホッケーの選手として活躍し、卒業後は日本郵船に勤めていましたが、25歳の時に海軍兵科予備学生の一期生に応募し、結婚からわずか3ヶ月で横須賀第一海兵団に入隊しました。当時は軍人になることに反対する空気は全くなく、いずれ陸軍に兵隊に取られるくらいならスマートな制服を着た海軍少尉になる方が良かったのだろうと、後に妻の久美子は語っています。東大出身で学のあった康義は海軍内で通信班に入り、やがて1943年に南洋のパラオに出征します。その後の康義はパラオからフィリピンへ転戦し、1945年6月に連合軍が退去して攻め寄せたフィリピンの戦いで戦死しました。康義は海軍少尉であったものの、フィリピンでは陸戦隊の一員として戦い、最後はゲリラ兵の銃弾に倒れ、29歳でこの世を去ることになりました。康義の死によって23歳にして未亡人となってしまった久美子は、康義と成城高校アイスホッケー部のチームメイトでサイパン島から復員してきた医者の井出次郎と再婚しました。康義は久美子との間に娘の智子氏を設けていましたが、戦後久美子の再婚とともに親子は引き裂かれ、智子氏は越前松平家に留め置かれることになります。そして田安徳川家出身の松平宗俊氏を娘婿に迎え、越前松平家を相続させ、越前松平家は現代にまで続くことになりました。二等兵として入隊し、過酷な中国戦線を生き残る徳川慶喜の孫徳川義満。戦死してしまった元大名の子孫たちを紹介してきましたが、同じ境遇でも生き残って日本に帰還した方々も大勢います。その一人が徳川慶喜の孫で徳川慶喜公爵家の当主であった徳川義満です。越前松平家の松平康義の妻になった久美子の兄にあたり、
徳川宗家とは別に公爵の地位を与えられた慶喜の家の当主となっていた人物でした。薩摩、長州、徳川宗家と並んで武家出身では数少ない華族制度の最高位にあたる公爵の地位にあった義満でしたが、公爵といえども特別扱いはされず、日中戦争開始から数年経った1940年に27歳で二等兵として陸軍に召集されます。しかし義満は中国大陸に渡る前に肺炎にかかり、陸軍病院に入院した後退院と同時に除隊され、翌年に再び召集されるも、今度は徴兵検査に落ちて軍隊に入ることはありませんでした。そのうちに30歳になったことで貴族院の公爵議員に自動的に就任することになり、形式上は政治家の立場になりました。貴族院議員になったにもかかわらず、義満には3度目の召集がかかり、今度は徴兵検査も合格し、1944年についに中国大陸に渡ることになりました。義満は一兵卒として各地を転戦しましたが、体が弱かったらしく、赤痢やマラリアにかかり野戦病院への入退院を繰り返していたといい、栄養失調も相まって生死の境をさまよっていたといいます。しかし義満の姉菊子が昭和天皇の弟にあたる高松宮信人親王に嫁いでいたことで、義満の扱いが大きく変わることになりました。野戦病院で徳川という名字が珍しかったことから身元を尋ねられ、公爵であることがバレて、さらに高松宮信人親王の義弟にあたることも判明し、病院内はにわかに慌ただしくなったといいます。中国大陸に展開していた第六方面軍司令官の岡部直三郎大将が二等兵に過ぎない義満の見舞いに訪れたのをはじめ、旗本や水戸藩出身の軍人たちが次々と見舞いに訪れたり電報を送ってきて、その度に病院側も掃除をしたり服を整えたり大忙しとなりました。こうした経緯もあったことで、終戦時には上等兵にまで出世したものの、一般兵として中国大陸を転戦したことには変わらず、最終的に義満は北京で終戦を迎え、狭い船にぎゅうぎゅう詰めになりながら帰国しました。義満は生き延びたものの、徳川慶喜以来の第六天の広大な屋敷は財産税として物納され、各地を転々とした挙句、最終的には町田の戸建てに落ち着くといった波乱万丈の後半生を生きることになります。家族という特権的な地位にありながらも、一般の国民と同じく戦争に行き戦場に散っていった旧大名家の子孫たち、職業軍人として早くから軍隊に入っていた人たちはともかく、一般兵として主に陸軍から召集を受けた場合は、農家の次男、三男が大半を占めていた軍隊内で居心地が悪かったに違いありません。それでも皇室を守る藩兵として、ただでさえ厳しくなれない軍隊生活で他の模範となるべく勇敢に戦い、戦死していった大名家の子孫たちの存在も戦争を考える上で忘れてはいけません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。いいなと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは、Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。